今回は関数のシリーズとして if と and を使用した関数についてご紹介したいと思います。まあ、前回まではそれぞれ if と and、まあ、別々にご紹介しました。で、まあ、今回はこの if と and を、まあ、続けて入力した場合の話になるんですが、まあ、どうしてこのような方法を取るかということなんですが、まあ、こちらの and の場合は、まあ、2つのセルの条件ですね、まあ、それが共にクリアしたときに、まあ、truth と false というような表現になります。で、まあ、この表現方法を、まあ、この丸や×もしくは合格不合格といったような、まあ、表現に変えたいときですね、まあ、そうしたときにこの if の、まあ、関数を用いるということになります。まあ、ですのでこの if と and を、はい、まあ、つなげて表示したのが、まあ、こちらになります。まずは if を入力してこの if の括弧の中に、まあ、and の数式を入れます。まあ、そしてこの and の数式を、まあ、ここで終わらせるんですが、まあ、その後に、まあ、こう丸や×というふうなのを入力することによって、まあ、この b の2と c の2がともに90以上の場合は、まあ、丸、それ以外は×というふうな表現になります。では実際にしてみたいと思います。まあ、ちなみにまあこちらの関数の方をコピーすれば、まあ、簡単に関数を入力することができます。で、まあ、こちらにイコールを入れた後に、まあ、先ほどコピーしたのをペーストします。まあ、するとこのような形で if と and の関数がこちらにペーストすることができます。で、まあ、これでチェックを押します。まあ、するとこちら×というふうなまあ表現が出ます。まあ、要するにこの b と c で、まあC だけが90以上ということですので、まあ、こちらが×になると。で、まあ、これを下までスクロールすることによって、まあ、全てに反映することができます。で、まあ、ここでまあ丸がついているのがこの部分なんですが、まあ、この部分を見てみますと、まあ、このような形でまあ B と C ともに90以上というのがこう一目でわかるということになります。まあ、どうしてもこの true と false だと、まあ、少し見えにくいという時には、まあ、このような形でまあ、if と and をつなげることによって true、false 以外の表現方法が使用できるということになります。はい、今回は以上になります。